今なんかツイーティーの可愛いやつやってるよね。けんちゃんが昨日飲んでてめっちゃ美味しそうやった。飲みたいわかも。先輩メンバーさんがさ結構なんか浅いのなんかが美味しいみたいな言ってはって、それ飲んでみたい。めっちゃ飲んでみたよね今。タリーズあんま行ったことないよ。夜コン行くね。お待ってるね。今から劇場行くね。やったー、みんな楽しみ。え、ちょっと絶対お見送りの時に名前言ってくださいお願いします。お礼が言いたいので。ほんまに感謝です、ありがとうございます。ナポリタン食べます。飯テロやん、いいな。今日昼コイン入ります。お待ってます楽しみ。いっぱい目合わせましょうね。楽しみ。今日公園行けたら行くって言ってたけど外れちゃった。そうなの。じゃあまた次8月4日もう赤出るからまた会いに来てね。ありがとう本当に。やっほーやっほー。アサイ美味しいよ。え、美味しいんやん。やっぱりめっちゃアサイアサイって聞くからさ。言います、名前覚えてほしい。覚えてるよ、もう名前は覚えてるよ黄色と緑です、ペンライトカラーは。今日はおにぎりのケータリングです。ケータリング、けんちゃん、ウェーイ、こんにちは。あ、お姉ちゃんさん、こんにちは。チープキリンが帰ってきましたみんな変なこと言っちゃダメだよ頑張れ、頑張ってほしい。ちゃん、はい。どこまった？うん。うん。でかすぎる。おにぎりがでかすぎて放送事故に投げかけるとこでした。うん。かき、うん？どうしたの？かき氷食べてきた。マジ？美味しいでしょ？山口果物のかき氷。美味しい。本当に美味しいの。犬やん。来週推しメン公演出ないし金曜日検討します。ぜひぜひ会いに来て。僕も会いたい。二人羽織してないよ二人羽織してるかってぐらい食べるの下手くそやったよね今いつも楽屋では変なこと言ってるんですか。うん、変なこと言ってるね。でも常に変なんはいいんだけどね。なんかこうまだ皆さんに公開されてないこととかなんかそういうことを言ってしまうと問題なので、ちょっと話してまずいこと言っちゃうと思って問題なのでみんなに言っとこうと思って角竹雇用雇用雇用マッチュマッチュ雇用マッチュです。マッチュのチュはチュのチュ変な子でしょ。こういうマッチ。いや、こういう変なことは言っていいんだよ。こういうこと変なことは言っていいけど、うん、まあ、例えばみんなさお家の情報とか言っちゃったらまずいやん、うんうん、確かに。何分すんの。うん、何分した。1時間。1時間30分、一応30分。ベイクから帰ってきたのとか、ね、ここで配信すること知らんから言っといた方がいいな。うん、そう、なんか言っちゃうかもしれない。おにぎり何の種類食べた？え、私天むす。天むす？うん、天むすあったの？え、あったよ。うん、いらんかったアンビリーバボー。アンビリーバボー、アンビリーバボー
小山チューって言われてるよ。チューは CHU だよ。うん、それで。ああちゃんとちゃんとそれで。皆さんよくわかった。小山チューだから。小山。美味しそうでしょ、おにぎり。こんにちは。今日は今までのまた新しい組み合わせな気がする、あのメンバーが今日は、新構成ポジションが変わったとかじゃなくて、メンバー自体がこの組み合わせあんまないなあ。このさ、今日のメンバーの組み合わせさ、初じゃない、やんな、思った、それ。なんか、みーちゃん、なんか全然新鮮やんな。今日ってさ、あの、ゼリーとか食べてるの、この時食べてるの、ごめん生活感何グラ出した？まだ出してない。まだ出してない。多分出すっぽい。カリ？カリ？神。え、ホワイトボードに書いてあった。やばいや、もう一回、もう一回書かな。あ、じゃああれ、それ印刷したら切り取って。歯磨きポケちゃん。え、あの、どうするの？どうするの？ツイッター抜けたら応募完了ってこと？うん。ナンバラじゃない。え、ナングラ。ナングラハッシュタグで。全然そのなんていうの、めっちゃ変わるとかはないけど、なんかちょっと似合わせみたいな、ちょっと似合わせとかじゃないよ、全然変わんないけど、メンバーがいつもと違うっていう話です。ルームズの写真、あ、そうそう、ルームズの写真の子です。さっきの子は、ここにいた可愛い子は今歯磨きしてましたね。こんにちは。そう、ポンちゃんは今日はね、お仕事があるから公演はお休みなんです。寂しい、ポンちゃん。1時半、こんにちは。皆さんごめんなさい、なんかさ、なんか新しいとか言っちゃったら、なんかちょっと期待させてしまってるけど、え、なんか何も言えへんけど、そのままです。そのままです。アミタンルームから感動しに来ました。ありがとう。ツイッターのアンブラ姉妹に浴衣の写真めっちゃいいですね。嬉しい、ありがとう。あ、そうそうそう、メンバーが新しいってだけ。しっかり食べて昼公演頑張ってください。ありがとう。ありがとう。いっぱい食べます。皆さんもお昼ご飯食べて、私たちのたくさんコールしてくださいね。一番おもらししそうな、わかった。いや違うんよ、違う違う、おもらししないけど、いやなんか変に誤解させちゃってたなと思って、変なこと言っちゃったと思って、ね、みんなにあんだけ喋ったらダメよって言いながら、そのままっていうのもほんまはそう言えない ね、 そうだね、変に言っちゃった。皆さんお昼食べてから来てくださいね。私たちの
公園を見てお腹が空いちゃう。嬉しい、みんなめっちゃ浴衣の写真褒めてくれるやないか。嬉しい、ありがとうございます。大容量があったよ。あ、それ私ですね。ありがとう、ありがとう。浴衣かわいすぎて待ち受けにした。え、マジ嬉しい、嬉しい、ありがとう。聞こえますか？配信してます。あ、配信してるの向こうで。アミタンダッシュしてる、かわいい。アミタン配信抜けて今ダッシュでここ今。チーム決めの時の私服好き。え、なんかそれ言ってくださる方結構多くて嬉しい。また来ます。誰が選んだの浴衣。浴衣はあの家に何着かあって、それをママと一緒に見てこれがいいかなって決めました。マジかわいい。見た。ハートさん花束ありがとう。坂口ちゃんだるまありがとう。ナンバさん欲しい。千掛けるジャックいっぱいありがとう。ジョエルさんかき氷ありがとう。ナルマーさんかき氷ありがとう。マー君レインボースターありがとう。よよよ、うわごめんなさい、コロコロ。急ぐ力を試すんだ、急ぎ切れるぞ賞味期限、何かやらなきゃもったいない、正義のために行け、まだ進むくいねちゃん。ぬるふふふ、さゆきち、さゆきち、あ、配信してます。あぶね、いいよ。セイキチ、まあ。セイキチ、I love you。オッケー。セイユキチ、サユキチ。ほちゃんさん、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。いつもありがとね。いっぱい、もう。言えるようになったよ、こちゃんさんって。前まであのどうやって読むか単語見てたけど覚えた。ゆか着替え、ゆかメイク、はーい、ゆかメイク、でもあと1時間もある。けんちゃん、かわいい、ありがとう。キュンキュンキュン。お、チュンちゃん。チュンちゃん、タコやばい、タコなんか変なとこになっちゃった。タコありがとう、いつも話聞いてるよ。ありがとね、応援してくれて。
なるまーさん、ハートありがとう。おとさん、かき氷ありがとう。こちゃんさん、かき氷ありがとう。ソフトクリームありがとう。かえれちゃん、ハートありがとう。けんちゃん、ハートありがとう。かえれちゃん、ハートありがとう。マトウェイインチンボイロビッチさん、かき氷ソフトクリームありがとう。ちょっと噛んじゃった、ごめんなさい。タコ、イエスタコ、オクトパスタコです、これはタコです、カッパじゃありません。マレルさん、レインボースター、いっぱいありがとう。ありがとう。クマセンさん、かき氷ありがとう。カエリちゃん、誰もありがとう。クマセンさん、ソフトクリームありがとう。アムアム、カエリちゃん、ありがとう。大丈夫だよ、ご飯食べてるよ、ありがとう。タコに見えなかった、タコですよ、あれは。マレルさん、レインボースターかわいい。マレルさん、ハート、レインボースターありがとう。ケイちゃん、ケイちゃん、ありがとう、いつもありがとう。ファイト、ありがとう。頑張ります、一緒に頑張ろうね、ありがとう。なにわのひでさん、音符ありがとう。若田の配信見ながらガリガリ君を食べるという素敵な夏を過ごせました。おお、ガリガリ君食べてんの、いいね、僕も食べたい。次の配信って昼公演と夜公演の間、うん、そうです、3時半から5時半の間で配信します、のどっかで。真面目な話 してないよ。レイポンたちのニコ生配信の可能性は、え、いいな、いいね、僕も見たい。え、あれってニコ生やったら、あ、でも YNN さんとはまた違うのか。あれ、YNN さんは入ってるんだけど見れないのかな、入ってたら。アーカイブあるなら見たいんだけど、レイポンちゃん活躍してるところ見たいよ。あ、かっこよちゃん、マスカラがしたの場合はそれから悪い。全然崩れないやつ。いや、そうだよ、いいよ、マスカラとかすごく分かりたいよ。じゃあ、よし、ちょっと分かって、はい、でやる。徳島かずさん、レインボースターありがとう、いつもありがとう。およまち、およまち、怖いね。キャプテン急遽よろしく。いやいや、そんな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 、なんかさ、メイクまだまだっぽい。え、目の前でレイナがユキノにちょっかいかけてます。なんだよ、人の顔見て。瀬戸氏さん、ハートありがとう。なんで、アミ、私も行きたい。ユキポー、ユ
今回のイブ楽しかったですよ、あなたのおかげです。いやいや僕も楽しかったですよ、皆さんのおかげで、ありがとう。かわいい。ありがとう。あやみかわいい。かわいいよな、僕見た。めっちゃかわいかった。似合ってる。前髪上げるのめっちゃ似合うよな。似合う。夕方何分ぐらいできそう。まだわからないの、それが。30分できたらいいなって思ってる。1時間はどうやろう。でもなるべく配信はしたいね。瀬戸石さんハート100ありがとう。純一ハートありがとう。徳島和さん、島風さん食べて、ありがとう、食べる、ありがとう。家から持ってきたの？そう、うちから持ってきた。すごい、マイボード。マイボード持ってきました、持参。あんたすげえよ。ありがとう。初見です、初見じゃないでしょ、わかるよ。ジェールさんソフトクリームありがとう。12時35分10分前、おありがとう、教えてくれて。今日メイクの順番は何番目なん？今日は1番目でした。イエイ。ニコ生はさらに550円払わないといけない。あ、そうなんか、見れへんのか。加入しようかな。めっちゃ見たい。タレパンさんソフトクリームありがとう。お、無音で楽しんでます、ありがとう。8月になればよさこい祭りの季節やね。ねえ、いっぱいね、あるよね。夏は多いからね、お祭りが。去年は大忙しやったよ。夏はもうほぼ休みなしで毎日踊った、外で。え、そうやった。そう、もう朝から夜まで毎日。 Thank you な。わかった、毎日見れなくなるの寂しい。じゃあね、バイバイ。なんか独特な仕方してる、こよちゃん。あのね、セーラー服長袖にあの T シャツを着て、あの出ていきました。リオピ配信しやんの？配信さっきしてた。あ、してたんか。あ、ちょっとめっちゃ時差が、ちょっと一回飛ばしますね、ごめんなさい。ナルマーさん、レインボースターありがとう。チュンちゃん、チュンちゃんハートもレターありがとう。ハートさん、もうすぐで5分前だ。レインボースターありがとう。いっぱいいつもありがとうね。ありがとう。アイスもありがとう。かき氷もありがとう。佐藤くん、ソフトクリームありがとう。そう、今ソフトクリームが出てこんかった。やばいやばい。ソフトクリームどう食べる？スパンで吸ってちょい少ない。ありがとう。びっくりびっくり。ナルマーさんファイト、ありがとう。ファイト、ありがとうね。なっちゃんかき氷ありがとう。たむきょんさん
んきょんさん食べて、ありがとう、食べる、ありがとう、なっちゃんソフトクリームありがとう。12時41分4分前を、ちょっとじゃあランキングを読みたいと思います。13位、まーくんありがとう、ありがとうございます。12位、さかがっちゃんありがとうございます。11位、かえでちゃんありがとうございます。10位、たむきょんさんありがとうございます。9位、チキンナンバさんありがとうございます。8位、こちゃんさんありがとうございます。7位、けんちゃんありがとうございます。6位、けいちゃんありがとうございます。5位、ハートさんありがとうございます。4位、ノルマさんありがとうございます。3位、ちゅんちゃんありがとうございます。2位、徳島かずさんありがとうございます。そして第1位はドゥルルルルルルドゥン、まるるさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。もうついに次がラスト配信になります。皆さん本当に本当に次が最後なので、皆さん応援よろしくお願いします。今から公演あるので、公演来てくださる方も配信見てくださる方も一緒に楽しみましょうね。イエーイ。分かってほしいポーズください。分かってほしい。こんにちは、こんにちは。2分前、ありがとう。ゆる公園行くね、ありがとう、待ってるね。公園、久しぶりの公園です。久しぶり、2週間ぶり。 DMM 最前列で見ます。よろしく、よろしく、よろしく。あやみ、下のあやみちゃんです。こんにちは、にわに、にゃ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 。あれめっちゃ可愛かった、あのマジスカマジ可愛かった。渋谷大好き。え、メイクとかも自分でやったん？ママが、ね、あ、ママがやってくれたん？すごいな。あ、エクステとかも全部買ってくれた。すごっ。え、あのセーラー服とかも？そう、すごっ。スカジャンもすごいな。すごい、ね、赤ちゃんです。キューキのバブちゃんです。第2号、バブバブ、第2号です。1分前やって45分で終わるの。そう、でもあのマジスク学園めっちゃ大人っぽかったよな。大人っぽかったって言われてる。でも前髪分け取ったからかな、うん、前髪あるなかったらね、ちょっと大人っぽく見える。ちょうどいい、前髪分けるのにちょうどいい長さや。あ、今？うん、でも結構短くない？でもだいぶ伸びた、うん、だってこの前ここら辺だったんだよ。あ、そっか、うん、確かに伸びたかも。切られた時もここら辺お前だったもんだって。前髪伸びんの早いよ、なんかめっちゃ早い、うん、すぐ伸びちゃう。でも一時期こんぐらいの時あって、うん、全然切れる機会なくて、うん、ずっと分けてた。おい、船橋何でマジスカメイクは別の人のショールームに間違えてるって。あ、45分になったよ、じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとう、来てくれて。バイバイ皆さん、じゃあ後で公園で会いましょう。じゃあね、また後で会いましょう。